lot to love about radiology. 素晴らしいことが放射線科にはたくさんあります。放射線科は労働ライフスタイル副専門科のうちの一つです。それは放射線科、眼科、麻酔科、そして皮膚科の頭文字の造語です。良いウォークライフバランスの生活をすることは難しくないですし、仕事に対しての報酬も良いです。その平均年収は$427,000です。多くの専門家が健康診断から離れ、画像を重視して、ね、診断をすることになっているので、あなたのアドバイスというものはとても重要になっていきますし、患者の治療において大きな違いを作りますし、あなたの意見というものはとても重要視されます。その職場環境もストレスが低いものになります。ペースもゆっくりですし、同僚はフレンドリーで上下関係もありません。他のストレスの高い専門家に比べると、そしてあまり気にしないかもしれませんが、トレーニングを進むにつれ、バカげたお役所的なドロドロに巻き込まれずに済むことはとても素晴らしいことです。放射線科の治療は患者の治療結果にダイレクトに良い影響を与えます。それが病気の診断だったり治療を提供したり、どちらにせよその患者の病状の結果に、治療結果に大きな影響を与えます。また医療を行う上でも困難を受けることはありません。例えば保険会社の功労や患者の処理、どの科に退院した後の対応などもないですし、言うことを聞かない患者とを他に対応することもありません。そして放射線科はとても革新的な分野なので、新しい機械を使う機会が多いでしょう。中には AI が放射線科の仕事を取って変わるのではないかと懸念している人もいますが、それが AI は放射線技師の仕事負担を軽くはしても全く取って変わるということはないでしょう。放射線技師、放射線科はとても素晴らしい分野ではあるのですが、完璧とは言い難いです。患者から感謝の気持ちを直接伝えられることはありません。どんなに重大な診断をしてもしたことで主治医が良い治療をしたとしてもあまり感謝されません。それは放射線技師は患者に直接顔を合わせることがないからです。あなたは放射線技師は画像を通して遠くから患者を治療します。もし患者との接点を持ちたい、患者の経過観察をしたいというふうに思うのであれば、放射線科ではその放射線科はそれをあなたの希望を叶えてくれることはないかもしれません。また診断放射線科の主な仕事は問題の特定です。あなたが問題を直接治すということはあまりないかもしれません。これは主治医の仕事です。あなたがインターベンショナルラジオロジーじゃない限り、直接治療して治すということはあまりないかもしれません。もしあなたが問題を直接的に治し、病気を治したい、治療したいというふうに思うのであれば、診断放射線技師の仕事はその要求希望を満たさないかもしれません。放射線技師は内向的で人付き合いが苦手という一般的なイメージは真実ではありませんが、それが一般的な人が持って一般的に普及しているイメージのように思われます。放射線技師が向いているかどうかどのようにしたら分かるのでしょうか。もしあなたが幸
好奇心が強く、そして医療の知的な側面に興味があるのであれば、ある、そしてパズルが好きなのであれば、放射線技師の仕事はまさにそこが本質なのです。目の前の情報をつなぎ合わせ、そして問題を特定するのです。ウォークライフバランスを重視する、そして仕事の外の時間を大事にしたい、良い報酬を受けたいというふうに思っているのであれば、それらの希望を同時に放射線技師の仕事は叶えてくれます。しかし放射線技師としての日々の業務を楽しむ喜びを感じる必要があります。その中には画像を読むということですが、そういう仕事は外交的でアドレナリンに満ちている人たちには物足りないかもしれません。もしあなたが自尊心が高いタイプなのであれば、放射線技師は向いていないかもしれません。放射線技師はあまり評価されないということを受け入れる必要があります。多くの患者があなたが自分の治療に関わっていることを知らないからです。しかしあなたの放射線技師ではない同僚たちはあなたの存在をとても重要と思ってくれるでしょう。メドスクールインサイダーの医師たち、放射線技師たちはに感謝を述べたいと思います。この動画を作るにあたり協力してくださいました。もしあなたが放射線技師になりたい、医学部になりにおいて、もしくは放射線技師においてその願書をもっと強化したいのであれば、メディカルインサイダー .com のウェブサイトを訪れてください。もしこの動画が役に立ったと思ってくださったのであれば、あなたがなりたいものはシリーズのプレイリストから他の3つのロードライフスタイル副専門家を確認してみてください。それは眼科、麻酔科、皮膚科があります。それでは皆さん、次回の動画でお会いしましょう。皆さん、どうもこんにちは。いつもご覧いただき誠にありがとうございます。Thank you for your support. 論文解説チャンネルの竹部でございます。今回は、保存版、キッチンにおいてはいけない最悪な食べ物マートと題しまして、科学的にキッチンに置いたら、恐ろしい点でもはや負けである。最悪な食べ物マートたちを具体的に表示した最悪な食べ物マートを具体的に紹介したいと思います。さて、健康について、そして健康でいるためには、体は老化しないためには、いつも若いためには、いつも若々しくいるためには、健康に良いものを食べましょう。こんなことはね、私がここで技を使って、We need to have a healthy dietWithout me telling you that, I'm sure you have heard this more than a million times out there. There are so many good food, healthy food out there. And on the other hand, those food that degrade your health.And those who have are aware of how to live healthy. I know you know how to live healthy life. It is very important to know how to live healthy life.But the problem is whether or not you implement you use your knowledge into your daily life, meaning that whether or not you are not really not eating, avoiding the food that you're not supposed to eat. Instant ramen or it is bad for you. This is.Commonly known to most people, but have you had instant ramen? Thinking, well, just today, just tonight,
おそらく皆さん一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。しかし、あなたは健康な人でコンビニに行っているのではないでしょうか。自分の食生活を振り返ってみると、食べちゃいけないと知っているのに、結局それを食べてしまっている自分がいるということに気づくでしょう。しかし、自己嫌悪に陥る必要はありません。なぜあなたが知っているにもかかわらず、それを食べてしまうのか、それには理由があるのでしょう。ではその理由を解明するために、まずは Google が行った有名な実験の話から、この動画を始めていきたいと思います。それでは早速参りましょう。Examination conducted by Google. Today's menu is period 1. Study conducted by Google. The learning from Google's examination and period 2. The worst food that you should not put in your kitchen. And let's start talking about the fact we can learn from Google's examination.クッキーが体に悪いということは知っているでしょう。 everyone, そしてクッキーを食べると太ってしまうということもおそらくあなたは知っているはずでございます。 cookie, それでもあなたはクッキーを完全にやめることができない。 you can't stop eating cookies. 別にクッキーでなくてもポテトチップスでも it's not cookie, ドーナツでも何でも OK です。 donuts, こういったものは食べるべきではない。 those foods are not, you're not supposed to eat and it's unhealthy, it makes you gain weight. There's no good things for your health. We already know this, but we can't stop eating those foods. Why do you think that is?Of course, there are more reasons. There are a lot of reasons, but the biggest reason for that is those foods that you're not supposed to eat. You already have them in your kitchen. For those who are confused with what I said,I would like to introduce the study that Google conducted. Well, the top level company, Google, they gather their employees and Google's value creating environment where their employees can work comfortably. They believe by maintaining good environment, their employee can produce high performance. So Google have free cafeteria. So Google employees can use their restaurants for free and they can choose whatever they want and how much they want. And it's like a dream, right? But the problem is how much you want and how much they can eat how much you want. You get the impression that there might be a lot of employees that and it's free, so they eat as much as they want. And they have employees that they can't stop eating.Because that's human nature, right? But eating too much is very bad. And a lot of studies have shown this fact already. And the food we eat influence have a great influence on our performance. So Google, what Google did was Google thought about what they have to do to have their employees produce full performance. The things they came up with, the environment is important.
They have to create environment where their employees eat healthy life. And based on huge amount of data, they created such an environment. For example, the size of dish, standard size of dish is 30 centimeters in diameter, but the Google, the dishes they use, Google use is 25 centimeters in diameter. If they use smaller dishes, then they thought maybe they can decrease the amount their employee eat. That's why they decide to use smaller dishes. Maybe some of you are thinking, just because you use smaller dishes doesn't mean people start eating less. Even though they can eat as much as they want, they can always get refilled. But お皿を小さくしただけで社員が食べ物を食べる量が減ったということが分かっているんです。They found that their employees started eating less. 私たちってとても単純なんですね。皿が小さくなっちゃうと食べる量が減っちゃう。This, ここから分かるのは result, can, 環境の力がものすごく巨大であるということです。さらに、より健康的なものを社員に食べてもらいたいと思い、Google は食べ物を置く位置を工夫したんです。Google食べ物が並んでいる例では、まず最初に野菜が目に入るようになっており、肉やデザート